10日間でわかる短歌二重式太極拳、ぜひ参考にしてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではご一緒に。7日目の内容に入っていきます。7日目はチュアンソーを行います。はい、ではチュアンソーの手の動きからいきましょう。鏡面鏡面でいきます。まずチュアンソーは本来斜め向きに行うものなのですが、分かりやすいように正面向きで練習します。胸の前でボールを抱えるのですが、今までと同じように胸の前、正中線でボールを抱えます。皆様で言うこちらが左手、こちらが右手になりますね。左手が上でボールを抱えてくださいね。では腰を左に回します。一番最初にやることは胸の前のボールから下の手丸く持ち上げつつ、胸の前、後ろの手、上の手は脇腹に引きつけます。分かりやすいように正面向きで腰が回っていない状態でいきましょう。胸の前でまずボールを抱えますね。そして上の手がやることは自然に下ろしていきながら脇腹の方まで自然に引き込む感じ。この正中線から本当にこう円で言うと4分の1円ぐらいしか動かないです。ここからスーッと緩んで丸く回しながら脇腹のあたりに持ってきます。下の手はお腹の前、肩でんぐらいの前から結構大きく回していきながら胸の前まで持ち上げます。この大きな円と小さな4分の1円というのはこの距離が全然違います。ただし太極拳はこのタイミングを合わせる必要がありますので、上の手が4分の1にやるときに下の手の大きいこの回転とタイミングを合わせなければなりません。4分の1のちっちゃいこの距離と下の手の大きな距離のここのタイミングを合わせられるように練習してください。ではやってみましょう。まず正面向きというかこの体がねじれてない状態で手のタイミングだけ練習していますね。まず上の手を緩めていきながら下の手少し急ぎ気味ですーっと回して胸の前と脇腹です。ここで1完成してくださいね。ちょうどここは胸の前、丸い空間が必要なので、正面から見たらこの感じ、太極拳でいうポンという丸く膨らんでるというようなイメージを出します。親指側が上の状態で下から丸く持ち上げてください。この感じです。後ろの手は手のひらが少し前に向く、進行方向に向くような感じです。ですけども完全に前向かないです。手首を緊張させないで緩んでる状態でスーッと緩めて、若干手のひらが前に向いてるかなっていうこの形です。この形ですね。であんまりくっつけないでください。胸の前のボールを自然にスーッと緩めていきながら脇腹のあたり、下の手はこの辺になりますね。ですからこの状態で自分の体が守れてる状態です。この時にあんまりこのように解放しないでください。進行方向が正面でありましたら、ちょうど自分の胸の前を半身の状態で脇腹に構えていきながら守ってる感じです。そして前の手をゆっくり、ま、頭の上を守るイメージ、この小指側でこの部分ですね、守りながら後ろの手はゆっくり肩の前に押し出します。これがチュアンソーの最終の形です。ですから上の手は小指側で上側に守ってる、これを太極拳武術でいうとチャージャンといって、上から避けてるようなイメージのこの防御の手、そして後ろの手は前に押すというトゥイージャン、ロウシアオブーとかガオタンマーとか、そしてタオジェンゴン、全部押す動作でしたが、ここで唯一出てくるのが、今までだいたい前に押すとしたら耳の横からグッと押してました。チュアンソーだけは耳横ではなくて脇腹から押します。ここが少し難しくなってきます。押す方は本当は上からまっすぐ押す方が押しやすいのですが、脇腹まで落として押すって少しやりにくいです。その時に少し練習が必要なので、今までここからはスーッとこうなんとなく上から下に落ちるようなイメージで押していました。今は少ししっかり引きつけて押す、なんとなく弓を引いて押すに近いんですね。そうすると若干力入り気味なので、この脇腹の辺にスッと緩めてこう構える時の緩みと、自然に腰の回転だけでスーッと押し出していくということの練習になります。ですから後半、寒華二十式太極拳の動作の後半は少しずつレベルが高くなっていくと思ってください。じゃあそれを意識していきながら、もう一度胸の前でボール、正面向きでチュアンソーの形やってみましょう。腰を徐々に左方向に回してくださいね。ここから入ります。ではやっていきましょう。丸く回してください。後ろ手、上の手は脇腹、下の手はゆっくり胸の前です。そのまま頭の上を守りながら、後ろの手はゆっくり肩の前に押し出してください。これがチュアンソーになります。必ず上側に力が入っています。このように上に持ち上げているというか、上側に小指側で避けている、守っている感じと前に押すということにしてくださいね。よく手だけの形にすると両方ともでなんか押しているように見えてしまう人もいますけども、この両方の手の位置関係がはっきりしています。本来は横から見たら上に守る手はちょうど頭に近く、
前に押している手はしっかり前に出てます。両方ともこのように同じ場所にありません。なので押している手はしっかり前に出てて、守っている手はしっかり頭の手前側にあります。ですけども、この守っている手は自分の頭の少し前あたり、このように引かないでくださいね。たまに大きくやりすぎてこういう方もいらっしゃいますけど、そうすると頭のこと全然守れていませんので、自分の正面から見て頭の斜め前ぐらいのあたりに守る手があり、しっかり肩の前に押し出している、これがチョアンソーの形になります。ではこれを気をつけてもう一度やってみましょう。胸の前で僕です。左手が上です。腰を左に回してくださいね。じゃあ丸く回してください。胸の前、脇腹緩めてください。そして頭の上を守りながらゆっくり前に押し出してくださいね。これがチョアンソーです。では反対やってみましょう。反対は右手が上でボール抱えてくださいね。正中線です。同じことやりましょう。上の手はしっかり脇腹に引きつけていきながら、下の手は胸の前まで持ち上げます。そのまま頭の上守りながらゆっくり腰の回転に合わせて押し出してください。頭の上と肩の前です。もう一度胸の前でボールです。丸く回してください。胸前と脇腹、頭の上守りながらゆっくり押し出してください。はい、この形になります。ではこれは左右合わせてやるのですが、途中に初めて太極拳らしい少し曖昧な動きが入ります。では一回やってみましょう。最初は皆様の左方向から入りますね。では胸の前、脇腹で一旦構える感じ、そして頭の上守りながらゆっくり押し出します。ここから太極拳らしい動きが1個入りますね。そのまま一旦緩めてスーッと緩めていくんですね。そして徐々に腰が皆様でこちら左方向に一旦緩んで解放する感じです。わーっと緩む感じです。この感じ。そして腰を右に回しながら胸の前でボールを抱えて、ここから反対に入ります。そして胸の前、脇腹に構えて頭の上守りながら押し出していきます。この途中動作のことを仮定動作、仮定動作のことを途中動作というんですけども、この仮定動作が少し微妙です。太極拳本来は左に回りたければ一旦右に振る、右に行きたければ一旦左に振ってから次右に行くという法則が本来あります。なので前に行こうと思ったら一旦後ろに行って、そしてさらに前に行くっていうのが大事なんですけども、今までのセオリーでいくと太極拳は一旦完成したらそのまままっすぐ後ろに下がって、そして反対に行くっていう考え方だったんですが、このチョアンソーは一旦ねじりを一旦振ります。ねじりを一旦反対側に振ります。ですからこちら皆様でいう左方向ですね、胸前から脇腹からまっすぐ押していきます。本来ここからスーッと後ろに座ってこのままボールを抱えていくべきが今までのやり方なんですが、後半は少し太極拳の要求が高まってきて少し風格が出てきます。その時にやることはここから押しますね。そのままこっちに行くんではなく、一旦こちらに行きたければ反対側に振ってください。なので両腕は一旦スーッと緩んで、若干腰が左方向に緩んでいく感じが出てから、腰を右に回してボールを抱えて、そして胸の前、脇腹、縦の回転が入ってまっすぐ前に押し出していく。この途中のふわーっとした感じが非常に緩んで心地がいいです。これが太極拳で一番楽しみのところなんですが、ここをよく楽しんでください。ここはすごく気持ちです。もう一度いきましょう。まず胸の前でボールを抱えてください。1回目のチョアンソーから入ります。自然に縦に回転していきましょう。胸の前、脇腹、頭の上守りながらゆっくり前に押し出します。はい、一旦スーッと緩んでください。腰が徐々に左方向に一旦緩んで開く感じです。そして今度は腰を右に回しながらぐーっと絞っていく感じですね。スーッと回していきましょう。はい、そこから自然に胸前、脇腹に構えて、頭の上を守りながらゆっくり押し出してください。はい、ここすごく心地がいいです。ただ一つ、あまりにも心地がいいと問題が出てきます。どういうことかというと、一度やってみましょう。ここから一番最初のチョアンソー入ってきますね。胸前、脇腹を通って頭の上を守りながら押します。そしてスーッと緩んだ心地いい動きがあるんですが、この両方の手の高さが両方とも一緒になっちゃうと、次腰をこちらに回すのにどっちの手が上だっけって迷っちゃうぐらい心地がいいんですね。そうすると両方の手がこっちだけこっちだけってなってしまうんで、そうならないためのコツが一個あります。最終形1回目のチョアンソーはそのまま頭の上に、これは皆様の右手、左手で押してますね。そしてスーッと緩んで心地いいこの瞬間なんですが、絶対に上の手と下の手が間違わないコツは、最終のこの1回目のチョアンソーの上の手と下の手のこの上と下の位置を変えないことです。いくら緩んで心地がいいとしてとしても、この上と下の関係はずっと心地が良かったとしても平行水平にならないです。
上の手は上のまま、下の手は下のままで、このままで一旦ふわっと緩んでください。そうするとそのまま腰を右方向に回した時に、上の手は上のまま、下の手は下のままで、スッとボールを抱えに行けることができます。ここがコツですね。そして胸前脇腹でから押していく。このいくら心地が良かったとしても、上と下の関係を忘れないように、両方とも同時にこうふわっと下がってしまって、どっちが良いか分からなくならないようにすることがコツです。もう一度意識してやってみましょうか。胸の前でボールを抱えます。腰を左方向に回してください。1回目いきましょう。胸前脇腹で構えて、そのまま頭の上守りながらゆっくり押し出してください。はい、緩んでいきましょう。腰が徐々に左方向に回ります。一旦すごい緩んで柔らかく心地がいい形が入って、ですけど上下です。そのまま腰を右へ回してボールを抱えてください。はい、そのまま縦の回転です。胸の前脇腹に構えて、頭の上守りながらゆっくり正面に押し出してください。はい、これがチョンソの手です。ではここに足をつけましょう。足は皆様から見て鏡面ですから、こちらが右足、右軸の左膝が上がっているところから入ります。ではここからいきますね。そのまま今腰がこのように、シャーシードでやってますので、少し体が半身になってます。このおへそを少し斜め方向向いているものを正面に向けば、この膝は少し外に開いて、足の着地も自然にやれば足が正面から見て交わらないところに着地しやすいです。こうですね。そのまま着地して腰を左方向に回して、つま先若干斜め方向に向けます。あんまり細かい角度考えなくていいです。斜め方向と思ってください。そして前の足に体重をかけて、さらに腰を左方向に回しながら後ろの足を引き寄せます。そして腰をさらに今度は右方向に回しながらかかとから着地です。これ結構斜め方向になってますね。そしてつま先を斜め方向に着地して、チャンスはかかと蹴り出します。なのでこの今軸足の左足ですね、かかとを蹴り出していきながら最後ゴンブーに完成をすると。これじゃあやってみましょう。左手右手です。左膝が持ち上がってますね。はい、そのままおへそ前に向けながら、左右の足が交わらない場所にかかとを着地します。腰を左方向に回して、左手が上でボールです。胸の前で抱えながら後ろ足を引き寄せてください。そこから腰をぐーっと回していきながら手が回転し始めます。かかと着地の時に胸の前脇腹、ここのタイミングです。着地と胸前と脇腹、この3箇所が同じタイミングですね。そして前の足首が緩んで、後ろのかかと蹴る時に腰が回ってきます。頭の上守りながらゆっくり押し出してください。はい、これがチョンソですね。少し角度が入りますのでややこしくなりますが、あまり深く考えないでくださいね。ではもう一度いきましょうか。左手左足が前です。はい、ではおへそ正面に向けながらかかとを着地してください。腰をさらに左方向に回しながら、胸の前でボール、後ろ足引き寄せます。腰を右へ回しながら斜め方向にゆっくり着地、胸前脇腹かかと着地が同時一致完成です。はい、左足かかと蹴りながらゆっくり肩の前に押し出してください。じゃあその次の足です。じゃあ手で足でいきましょうか。そのまままっすぐ後ろに座ります。そしてさっきの心地いい形が入りますので、ここから少し腰を左方向にスーッと緩めて開いて解放する感じ。そして腰を右に回しながら、つま先も若干外を開きますね。前の足に乗せて後ろの足を引き寄せます。そして斜め左方向にゆっくりかかとを着地して、そして最後も同じようにかかとを蹴り出していきながらゴンブー完成してください、という形になります。じゃあここに手をつけましょうか。気持ちいい動きが入ってきますね。ではここからいきましょう。1回目のチョンソーから入ります。おへそ前に向けながらかかとを着地、腰を左方向回しながら、胸の前でボール、後ろの足引き寄せます。斜め右方向、胸前脇腹かかとを着地、後ろ足のかかと蹴りながらゆっくり押し出してください。はい、ここからです。後ろ足中心緩んでください。スーッと緩んで、後ろの足は左足です。そこに座る感じで一旦背中も肩も一旦ふわーっと緩みます。上と下の関係を忘れないでくださいね。そのまま腰を右へ回しながら、胸の前でボール、後ろの足を引き寄せて、左方向に向かって胸前脇腹かかと着地、後ろ足かかと蹴りながら押し出してください。はい、これがチョンソです。では背中向きでやってみましょうか。はい、行きましょう。おへそを正面に向けながらかかと着地します。腰を左へ回して、胸の前でボールを抱えて後ろの足を引き寄せてください。斜め右方向、胸前脇腹かかとを着地、
後ろ足のかかとを切りながらゆっくり肩の前に押し出します。後ろ足重心一旦緩んでふわっと左方向です。腰を右へ回しながら胸の前でボール、後ろの足を引き寄せてください。斜め左方向にゆっくり胸前脇腹かかと着地、右足かかと蹴りながら押し出して完成します。はい、いい感じですね。非常に心地がいいです。では横向きでやってみましょう。はい、ではここから行います。はい、腰を落としながらかかと柔らかく着地します。腰を左方向に回して胸の前でボール、後ろの足を引き寄せてください。斜め右方向で胸前脇腹かかと着地します。左足のかかと蹴りながらゆっくり押し出してチョアンソー1回目完成します。後ろ足に重心緩んで徐々に左方向に緩めて開きましょう。腰を右へ回しながら胸の前でボール、後ろの足を引き寄せてください。斜め左方向胸前脇腹かかと着地、右足かかと蹴りながらゆっくり押し出して完成します。はい、非常に心地がいいですね。ではもう一度皆様と一緒に鏡面鏡向きでやってみましょう。では右足つま先を斜めに向けてください。では、左手左足が前でやっていきましょうか。ここからいきます。ゆっくりおへそ前に向けながらかかとを着地、腰を左へ回してボール抱えてください。後ろ足引き寄せます。斜め右方向胸前脇腹かかとを着地、後ろかかと蹴りながらゆっくり押し出してください。緩みます。後ろ足重心緩んでください。スーッと背中も緩めましょう。腰を右へ回しながら胸の前でボール、後ろ足引き寄せてください。斜め左方向胸前脇腹かかと着地、頭の上守りながらゆっくりかかと蹴り出して押し出してください。はい、非常に心地がいいですね。ぜひ何度も繰り返してください。特にこの緩みが出るところは太極拳の醍醐味でもありますので、しっかりふわっと緩めるところをやってくださいね。そしてこの両手の場所がわからなくならないように、少し意識を残しつつ、どっちの手が上だったっけなってならないように意識してやってください。ぜひ楽しんで繰り返し練習しましょう。今日はここまでします。お疲れ様でした。